アノでもっと厳かに、あんまりこう途中でクレッシャーしていかない。二小節目入った途端にクレス、入ったところにクレスがあるけど、まだ、こっちがフォルテだな。ここです。最初にクレスが進みない。少しも大きく始める、あれで一番少しも大きくから始める、これ見つけたら大きく、でこれはもうこれ結構大きくて、さらに1回目の方がっていうか2段目の方が2小節に入った段にフォルテになってるんだけど、こっちはで、こっち4段目の方はこの支えがないとこれいけない分だけ、ちょっと記号として書いてることと逆に近くなるけれども、その辺気をつけることね。それからさっきのちょっと戻っちゃうけど、ここ少し柔らかく弾くんだったらちょっと待ってから弾くこと、それからこれ小さすぎちゃうとまたこっちで大きくなっちゃうから気をつけて、どこまででフレーズが下がってるの、ここまで流れがよどみない方がいいよ、ここで、ね、
ょっと厚みを当てる。
て、この音出したら、こう軽く。
隙間ないようにして、ね、ここはキャラクター分けてごらん。3メプロが早すぎないように。65分と3年分は似たのが出ますよね。というのは素早く言ったThank you.
くりからにしたりね、それから弾き最初からできない。で最初はもう弾かないで、もう手ヌートでポジションを手にまず覚える。それから練習できない。掴みきれない和音があるんだから、この楽譜の通りに弾こうとして毎回毎回外れられたら、省いても一番音楽的に支えない音を省いて手に少し楽な形を何か見つけて見つけられればそれでもいいかもしれないね。それあとメロディー。メロディーの方がしっかり浮き上がるようにね。フォルティッシモになると、この1小節間で次のピアノに一気に来るところだから、急いだらピアノに慣れきれないよ。
の中身の音をよく確認してみてね。Thank you.
音が響く仕組みに出せると本当にないかな。今転調してるけど基本的に同じことね。最後の回やったかな。音符も多いし和音も多いし、弾きづらいパッセージもたくさんあると思うけれど、まあ、それでおまけにフォルテが多いんだけど、全体的に少し力み気味なので、音楽のためにもあなたの体のためにももう少し力を抜いて弾けるような勉強を少し念頭に置いてやるといいんじゃないかな。はい、こんな感じですね。はい。